その後じゃあ5時半が日本航空のあれが村田さん5時半に空いてますから、じゃあそれに切り替えてっていう。でその時ね、警察官10人いた若いあの権限がやっぱりあるっていうのはね、警察とかどの部分でもそれはやっぱり業務で何かあった時、着いた時っていうのはやっぱりあれで警察官は何でもそうじゃない、権利があるわけでしょ、逮捕権限。でそれで今度はそれが5時半も乗れませんっていう、その時ね、その時えってなんでかって思った。おかしいね、5時2時何分取れないか、そうですね、5時ね。でその警察官がずっと来て、後ですぐ分かったの、もう最初から暴力で逮捕って。それはビデオでこう残ったって触れたので、それは若い警察官だよ。それはだから他のベテランの警察官と村田さんってちゃんとそういう名前言って、別にそれは警告どういうふうにしてるのか分かりませんけどね、若いのはだから自分の判断だ。触っただけで今の時代は、知ってました、押してこう通してこういうふうに、一人もう一回来てこうと、こっちの二人になることがね、もうこの辺までこうやってぶつかりそうなところになる。で急いでしょ。でその時に見て、だから話戻りますが、5時半と折れませんっていうのは、その時にもう逮捕っていうのが後であったんだ。それは逮捕っていうのは暴力を振ったって、これ非常に今難しい、弁護士も私も知っててね、だからもう大騒ぎ、それはそのまま手錠かけるんで、私のはお客さんの方がすみませんって、いや迷惑かけて外でしましょうってね、だって両方あるから、でもこっちと2カ所一般のグローバル会員のこっちの会員だけど、そうしたら迷惑かけるの、私のことでね、向こうのお客さんがすみませんって、私のことで私が悪い気分になるで、だから警察外でって言った。もう応じない部分もそれはね、腑に落ちる。それはもう逮捕っていうことを決めてた、今日なんか取材でも許可さん何時間待ってたんだね、はい、でも私はそういう間違いは間違いで認めるっていうことで、今日また新たにね、下手蒲田のとこに行ったら、蒲田始まって以来カメラマンがずっと待って、びっくりしちゃったわ。じゃあここで来る前にね、情報流したのかって言っても、それはいいえってことは事実を聞いてるんだ。でもそんなことを言っても現状問題こうなってね。で女性には女性がすいませんって言って、今度はもう話もか戻りますから、で逮捕って言った時、小さいがこっちでね、私も悪かったごめんなさいって言ったんだよ、多分聞こえてないと、警察の方では彼女は事情聴取されてるから、ね、それが彼女の方からなんか訴えておく、その時間逮捕権っていうのは彼女もないし、言って、これが現実で2日間こうって言うて、まさかこういうも逮捕されること自体、だから正当防衛じゃないよ、強制逮捕かって言う、でも事実それはね、ハサミもあったし、でビデオを見てその人が決めるんだったら、もうどうしようもないじゃん、あと書類でも7時間半調書でずっと書いて、だからみんな、それは私も悪かったら、今まで暴力はしたことない子供に夢とあれとね、でだから今回だから検察の方で私今日会ってね、私の会うっていうか呼び出されるから現場で、でもう一度さらに謝りたいと。ね、このマスコミ一方的言ったら、みんな心配ってメールがすごい来てる、警察からも、知人から、刑事から、村さん、ね、大変お疲れ様でした、それはもうあっちの、よそのこっちの正常警察なんで、ね、一応いろんな暴対法とかいろんなところやって、そういう人じゃないって言っても、だから余計ショックなのもあるか分かんない。チームの仲間も、何人かも今、袴田もね、心配して。それは
兄弟だって自分の家族をおれば、それはし、だからちゃんとそのあれで謝って空港の時あんまりそれ以上喋るとね、やっぱりまだそういうのもあるじゃないのよ。今誹謗中傷してそうやってね金儲けすよってやつもいるんだ実際。YouTuber とかいろんな分。でもそれはでも事実こういうのあったんだ。それはしょうがない。ただちゃんと誠実を持ってね、誠意を持って。維新は離島大会もこれは私がそういうところで立ち上げてもこれはもうね、子供たちに失礼だなって思ったこともあるんだよ。一瞬そのずっともう全然これ寝れないんだもん。